めし市田良垣区州は愛知県豊橋市新本町40にある料理店。豆腐料理のなめし田学で知られ、豊橋におけるなめし田学の名店、東海地方屈指の老舗と評されている。2019年に刊行されたミシュランガイド愛知2019ではミシュランプレートを獲得している。近世の豊橋は東海道の宿場町であるとともに吉田城の城下町でもあった。 文政年間に聞く胸が創業し、当初から、なめし電学を提供していた。1945年6月19日から20日の豊橋空襲では、店舗が全焼したが、1946年12月には、営業を再開した。1967年時点のメニューは、なめし、電学、吸い物、ジュース、アイスクリームのみだった。1968年には、 矢作ダムに沈む古民家を買い取り、当地に移築して店舗とした。間口は狭いものの、建物多くには多くの座敷がある。床の間には菊棟が描かれた西木絵が掛け軸に仕立てられている。名古屋市出身の女優である戸田恵子は幼少期に入った菊衆を家族三人で食べた思い出の味としている。現在はなめしたらが定食を中心として様々なメニューがある。 八代目主人の大田圭介は、日本将棋連盟豊橋支部長も務めており、2012年頃からは、店舗の2階で豊橋町中将棋教室を開催している。江戸時代から変わらぬ味を保っているとされる。大田家が代々店を継いでおり、現在の主人は八代目である。伝承は九伝によるため、紙に書かれたレシピは存在しないという、岡崎さんの八丁味噌を用いているが、 味噌ダレの作り方は、秘伝とされる。大根の葉をいらずに白米に混ぜるという特徴がある。豊橋の名物であるなめし伝学とは、刻んだ大根の葉を白米に混ぜたなめしと、豆腐に味噌をつけて、炭火で焼いた味噌伝学を組み合わせた、精進料理である。なめしと味噌伝学は異なる料理であるが、豊橋ではこれらを同時に食する、なめし伝学という食べ方が、一般的である。 電楽に用いる豆腐はやや固めの木綿豆腐を用いている。かつては、ひいきの豆腐屋から購入していたが、2000年代後半に豆腐屋が廃業すると、国産大豆と本、にがりで製造する自家製の豆腐に切り替えた。長さ7センチメートル幅3センチメートル厚さ1.5センチメートルの縦長に切り、2本に分かれた股のある串に刺して焼く。電楽に用いる串は、 関東系が一本の串、関西系が二本に分かれた串とされる。かつては豆腐を木炭で焼いていたが、現在は電気で焼いている。焼いた豆腐にたっぷりと味噌ダレを塗り、溶いた辛子を少しつける。ありがとうございます。